ものを好きだと言って僕らは変わってく守りたいものが変わってゆく理解されない宝物から理解されるための建前大人になるほど後悔する生き物になるでもねそれでもね僕らしく、そして君は君らしくって初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないからすれ違う、手をつなぐ、そこには愛だって生まれるそういうもんさ。自分らしさってなんだろう。個性を出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように一歩引いた匿名希望の傍観者。ちょっと待ってよ、星空は変わらずあの日と同じだよ。愛されずとも宝物は今でも宝物のはずでしょう。変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで変わりたくて変われなくて子供の頃思ったりもして見失いそうで自分である意味とかコンビニで目にした太字を気にしてたんだろう。でもね、それでもね、いけるものに気づいてよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれるそういうもんさ。自分らしさってなんだろう。変えられない大切があるから変わりゆく生活は正しい。